不妊の検査と言いますのは、まずは、いわゆる構造的な問題が女性にないかどうか、そして排卵がちゃんとあるかどうかということを確認します。そしてホルモンのバランスなども調べるわけですね。で、男性の側は、ホルモンのバランスであったり、例えば精子の数とですね、それから動きというものを調べるんですが、これは表向きのことしかわからないわけです。ですから、例えば酸化ストレスに関して言いますと、酸化ストレスを測定するという項目は実は不妊症の検査の項目に入ってないんですね。で、何かの原因で酸化ストレスが非常に高い場合にはですね、妊娠に至ることが非常に難しいですので、いろんなことをですね、調べられるというのがよろしいかもしれません。流産が原因で不妊症になるという可能性はゼロではないんですが、産婦人科の受診をしてですね、構造的な問題がないというのであれば、流産が原因で、不妊になっているというのは考えにくいのではないかと考えます。基本的にですね、性交時に射精をします。で、それは子宮の中には入らないんですね。その時にはその後自然に精子が、動いて子宮の中に入ります。ですから、成功後横になって休んでいただくだけで、十分ではないかというふうに考えます。ですから、例えば非常にその頭を下げて足を上げるポジションを取ればですね、早く子宮に入るかということではなくって、動きの問題なんですね。精子の動きで中に入っていきますので、それ以外特に、ポジションというのは変わらないと思います。男女産み分けに関してはですね、非常に有名な本が、出ています。そして具体的に何をやったらいいかということがそこに書いてありますので、その本をですね、Amazon なんかで探して、参考にされると良いでしょう。だいたい9割ぐらいの打率で、産み分けができるというふうにその本には書いてあります。50歳で妊娠というのは別に不思議でもありません。歌手のジャネット・ジャクソンさんがそうでしたね。結婚されて、妊娠して子供さんを生まれた年が50歳でした。実はですね、昭和10年代の統計がございます。その時に日本人が何歳で出産していたかというデータがあるんですが、40代50代はもちろんなんですが、60代でも出産されていた方が数パーセントおられます。ということで、今は全般的に、いわゆる高齢出産はよろしくないとかということで、40歳以上の方がですね、それは避けているだけの話でございまして、物理的にはそういう高齢出産などという概念がなかった昭和10年代にはですね、50歳の人、60歳の人も普通に妊娠して出産されていたというデータがございます。